このさ手ついてるやつあんじゃん、手二つやってる、それって何のやつなの？それが実装された時さ、まあ、数年前か、その時一時めちゃめちゃ使ってたんだけど、その時私が使ってたスマホではなんかね手が内側になってたの。だから私最初三つ指ついてるんだと思ってたの。だからその三つ指ついて、なんかあの一旦ホカライバーさんのお名前出して申し訳ないんですけど、あの前本力一さんのあの前に出されてたグッズの元ネタになってる、あのあるじゃん、おかめみたいなやつ、こうなんかなんだあれは、こう和服着て、あ福助かな、あそう福助、そう福助みたいなニュアンスで使うのかなって思って、ニコニコで三つ指ついてこうやってってこうお辞儀してんのかと思ってたの。だからありがとうポンポンポンって感じでそれ3つ使ってたんだけど、ある日お使いに、たまたその時使ったのがアンドロイドだったのね。でその時は内側に折りたたまってたから使ってたんだけど、 iOS 版を見たらそれが手が開いてて、それに合わせてアンドロイド版も急に手開くようになったの。そっからえじゃあ私今まで使ってたやつ何ってなって使わなくなったんだけど、それハグなんだ、ハグ中のか、あへえ、なんかそうだんだんさ、そう煽りに見えてきて、それどう使うのか分かんなくなって使うのやめちゃったんだよね。可愛いよねでもそれハグなんだ、それハグっていうよりヤッホーって感じじゃない、どっちかっていうと。煽りに見えるのはインターネットに毒された人だっけ、くーんあー否定できないな、確かにいないないバー的なやつかと思ってた。でもこれ可愛いけど使いどころを見失ってるわ、ずっと。今後使ってみようかな、絵文字いっぱい使いたい、可愛いから。